のパキュンカーズスクワットです。そしてはいどうもホーミーズのルカとジョシンです。よろしくお願いします。ホーミーズコラボ登録者が91万人いました。91万人、ほんとね、もう飛ぶ鳥も落とす勢いのね。うわ、うまい言葉知ってるね。すごいじゃん。初めて使ったけど、はい、コラボしていただけるということで、ありがたいな。めちゃめちゃ楽しみだったよ。いや、嬉しい、嬉しい。めちゃめちゃ楽しみだったのに、はい、あのランキング2位負けてんの。まずい、まずい。ランキングちょっと悪いな。今、うっすらこうランキングの話なんですけど、まあ、そう、再生数ランキング、はい、1月から3月の YouTube 再生数ランキングが、僕たちが5位で、はい、ホーミンズさんが7位、はい、やば、すごい。今多分日本で一番熱いから。やばい。はい、ということで早速なんですけども、はい、本日の企画はフルーツバスケット、バスケット。ご存知かと思いますけれども、フルーツバスケットというゲームがございまして、まあ、その当てはまる人だけが動けるみたいなゲームなんですけども、それとバスケットボールの競技を合わせた新感覚ゲームとなっております。で、まあ、ルールは簡単です。3対3でチームを作ります。で、普通に 3on3 のバスケをするんですけど、その前にそれぞれのお題を出していく。例えば朝ごはん〇〇だった人とか、彼女何人いた人とかの質問をしてって、それに該当する人だけが試合に参加できます。はいはいはい、なるほどね。だからもしかしたら3対3が行われるかもしれないけど、1対2とかの試合になるかもしれない。うん、っていうルールになってますね。5点先に決めた方が勝ちとなります。なるほど、はい、なるほどね。チームはこれで、あ、もう行きませんか。え、待って、ちょっと待って待って待って、ごめん、しっかり、ごめん、何、しばしく言ってな。ちょっと強くない。逆余裕余裕だって。しばしくバスケ部、バスケ部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 パワーバランスも含めて、はいはい、こんな感じになってるけど、まだでも出れるわけじゃないから。そうです、そう、当てはまんなきゃ試合に出れないから、はいはい、まあ、ということで早速やっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。せーの、アクション。先攻はチームルカで、よいしょ。先攻有利だよ、これ。先攻有利、あいつのじゃんけんに勝ったのに高校とか。ラップボトルかと思った。急にこう並べて勘違いしてるやつ。お題出した方が攻めです。なるほど、はい、そう、お題出してないチームが、ディフェンス、はい、なるほど、につくので、まあ、だから究極ディフェンスだけ3枚出ちゃうかもしれないね。そうなると。そしたらもうディフェンスしか出てない場合は攻めていいから。あ、そうだね。1つ目の質問、はいはい、正直コムドットより東海オンエアの方が好きだ。よーふざけんな。ないよ。コムドットさんより東海オンエアの方が好き。コムドットさん敵に回したぞ。お前全員。これは人の趣味思考の話と、はい、一番悪なのは出題者。今の悪やったら。そう、僕らは趣味思考で動いてるんですけど、はいはい、出題者だけはちゃんと悪やってます。はい、ホーミーズのルカって言います。覚えて書いてください。ファンの方叩かないで。クワちゃん悪くない。分かんないと思うけど、一応友達だから。まず次はまあうちら我らが千葉真君。あ、俺言っていいですか。チーム名言ってください。チーム、キショイ色でございます。待って待って待って、キショイ色。俺キショイ。ごめん、ことなんだけど。ごめん、言っている。はい、千葉真君から。妹がいる人。よーい、スタート。
ありがとう。ありがとう。ちょっと待って、一回お前来い。パンツ見せてってなんだろう。お前まず。お前の件。これ素晴らしい。2対1ですね、ちょうどね。うわー、やられた。まず、仲間に騙されて、いる人って言ったらみんなそこへ。おっしゃ、いくぞ。ということで、洋服ダサいチーム。1ポイント。そこまで悪口は言えない。ダサい。ごめん、謝ってきて。でも千葉真さん、すごい。いいね。素晴らしかった。すごかった。はい、それでは次、お願いします。いきます。なるほど。正直、自分のことかっこいいと思う人。よーい、スタート。おかしいだろ。何が言うんだ。何が言うんだ。これどうなんですか。これずるじゃん。ずるじゃん。これはそうですね。ちょっと顔を見てみていいですか。ありにしましょう。当たり前だろ。自分の思いがいいんだから。嘘はつかないでくださいね。いいから。自分には正直に。ずるなしで。正直に。ずるなしで。もう正直に行こう。これはもうね。はい、じゃあ次僕行きます。正直だよ、正直。この中で一番モテるな、俺モテるなと思う人。よーい、スタート。やっとゴールです。疲れ切ってますね。どうした、どうした。モテるなんか思わなきゃよかった。ちょっと待って、おい、ちましどうした。違う、待って、気づいたほら。3対2で後ろ見たらピンクなんてこんなことやから。1ついい。モテるだろ、お前は寝ろよ。モテんだろ。今日なんかうぬぼれてるやつばっかり。で、今途中経過が3対1、はいはい、正直ヤバいです。ヤバいです。勝っちゃえ。次こっちの攻めのターン、僕らチームの攻めのターン、はい、ちょっと切り札出しちゃうわ。おお、お題でやれば。あ、そう、お題で使えば。そっちがこっち動かないですから、はい、いきます、はい、僕たちチームのお題は、はい、今年24歳の代なのに未だ童貞の人。よーい、おい、おい、あれ、あれ、おい。どうした、ケンゴ。ケンゴどうしたんだ、急に立ち上がって。一人だけ。やった。一人だけ。あれ、どうした、どうした。そのお茶目すごい傷つけ。ガチだから。そのお茶目だ。たぶんしょうがない、これは。でも本当に俺もう童貞なんかいるなんて思わなかったから。そうだから、ちょっと休憩。やめてやめて。これ以上チームメイトをいじめないで。コビーすな、コビー、コビーすな。やめましょうよ。こんな止めてんのにナイスチリボイト。
ケリーってめっちゃいじってたからね。あの坊主やったわ、マジで。やられたわ。あ、間違ってない。バカじゃない。やばいですよ。4点だよ。今、4対1です。何ですか、アルバさん。これ罰ゲームあるんですか、これ負けたら。あるんだ。ないよ。あるんだ。バスケでなんかないでしょ、罰ゲームなんか。はい、じゃあ、いきます。はい。うちのカズさんの靴の匂いを嗅いでもらいます。マジやばい。それやばい。マジやばい。ゴーゴー。はい。春田さん、春田さん。行ったら俺なんですけど、それだけ試してください。はい。しょ。お願いします。はい。まあ次は我らがカズさんがお題を。はい。まあリーチなんでね、うまいことかかってしまおうかなと思ってます。いや頼むでよお前。頼む。はい。で行きます。はい。一週間以内にセックスした人。ちょっと。よーい、スタート。戻れ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 。あ、待って、俺もしてた。お前もお前も。ゴール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 。違う違う違う。はい。いや、おい、ボンズ、お前嘘つけ。本当嘘いません。ルカと一対一、すごい映画だなと思った瞬間、昨日撮って、俺もかー。気持ち悪い。それはちょっと思った。今日何日だろうなと思って、7引いてたらやった。ごめん、出遅れてる。でも全組だから。はい。出遅れてくるか。だからちょっと行くの遅かったから。ちょっと血の気味だった。ルカと俺すぐ行っちゃった。ちなみにちょっと気になるんだけど、ルカ何日前にやった？ああ、確かに。まあ、2日前。じゃあ2年ね。2週間なら14点入った。なんで言わなくて今来ました。言わなくてよかったな。しかもマクロの数だから2週間以内って言ってるし。4対2です。はい、しょうがない。まだいける。ごめん。じゃあ、まあ、みんな、ね、結構もう疲れたと思うんで。疲れたでしょ。まあ、体力温存も兼ねてるんですね。ホーミーズとスクワットのコラボ楽しかったよって人。よーい、スタート。いけよ。はい、ということで、はい、罰ゲームですね。いや、そうですね、はい、
はい、これ匂い嗅いで。じゃんけん、誰か2人かこう。え、なんか、なんか、せっかくのコラボだし、千葉真くんにも入ってた。なんで、メルカズ、ただ、じゃんけんしようって言った時に、千葉真くんもかぶしたから。何やってんの？欲しがり、欲しがりだから。欲しがりだよ。俺とコウタとホームイズの。そうだね。意味が分からん。じゃあ、いきます。はい、最初はグッ、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。よっしゃなんで？なんで？しかも、一点決めたじゃん。そうなの。はい、スクワッド、はい、そしてホーミーズ、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。乾杯。乾杯。うわなんで。はい、ということでスクワッド、ホーミーズコラボでした。バイバーイ。大丈夫だ、ホーミーズの動画にも出てるから見てね。大丈夫だ、頼むよ。インスタグラムも、インスタグラムも、概要欄見て。バイバーイ。バイバーイ。いや、まだ書いてる、まだ書いてる。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。